参加者の皆様、お疲れ様でした。一次予選、初めて今回あのコンクール聞かせてもらったんですけども、すごくレベルが高くて驚きました。このショーホールをたくさんいい音といい音楽で皆さん響かせてくれたんですけども、二次に進めるのは、全員は無理だったので、12人に絞らせていただきました。審査した印象なんですけども、皆さん本当にいい音してると思いました。ホールが助けてくれる部分もありますけども、そのホールの響きをうまく利用していい音楽をこちらまで届けてくれたのがすごく、聞きやすかったです。次は、二次予選が、8月の24日にあるのですけども、今回残念ながら通過できなかった参加者の皆さんも、一次予選で吹いた会場でどんな風に音楽が届いているのか、どんな風な音がしているのかとかを、ぜひ聞きにいらしてもらったら、これからの、次のステップにつながるものを得られると思いますので、ぜひお越しください。あと一般の皆様も、すごく熾烈なコンクールを勝ち残った猛者たちの演奏が聴けますので、すごく楽しめますので、ぜひいらしてください。それではまた会場でお会いしましょう。